ここが、そうだよ。暖かくて、綺麗で、優しい人ばかりで、高広がいる。ここが、私の望んでいた、夢の世界。高広が作ってくれた。楽しかった。高広やみんなと過ごせて。一緒にいたい。ずっと、ずっと、一緒にいたい。いるって言ったら、嘘になる。嘘はついちゃう。
なで遊んでた子供たちがいなくなってもそこに青い空と緑のその原があるのにそれはいつまでもいつまでもそこに打ち果てて大きな自転車世界の夢を見るちょろちょろ体が鳴り響く校内放送世界の果てにある遠い言葉鈴木ちゃんは？鈴木ちゃんがいなくなって悲しい？鈴木ちゃんはなんて言った？そう。いつまでも暗い顔してないの。鈴木ちゃんは旦那を悲しませるために来たんじゃないのよ。死があり、生があるのは運命。朝と夜との決まりがあるように、人間の力ではどうすることもできない力があるのが、すべての万物の真相。私も何百年と生きてきたけど、ここいらが潮時かな。人間の力ではどうすることもできない。それなら、人間じゃない力を使えばいい。例えば、私とかね。ちょっと、労力使うけどね。私のこと、忘れないでよ。
ではこちらにハンコとサインをお願いしまち。これで所長の島外出の禁止が解かれました。飯島はどうなったのでしょうね。誰にでちゅか？男の友情ってやつでちゅかね。いえ、なんでもありません。3年、鈴木ちゃんもこの3年で大きくなりましたね。成長期だったのでちょうね。何を言ってるでちゅか。好みとか好きとかそういうのではなくて、大きく育ってくれた方が嬉しいでちゅ。この時間だと東大へ行ってるのではないでしょうか。はい、お疲れ様でした。高博、はい、もう少しここにいていい？カズサもいるの。なん。夢の世界。こうして私がここにいられるのも、タカヒロとカズサのおかげだね。そんなことないよ。あの時、カズサが最後に教えてくれた、タカヒロの戻ってきてほしいっていう思いと、私の戻りたいという思いがなければ、できなかったって。その思いを作り出したのは高博なんだって。ね、カズサ。あ、それと高博を試すようなことしてごめんねって言ってた。
する？どれにする？戻れないよ。セーブできた。